こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢圭一です。今回紹介するのはこちらの、はい、リロードのね、ジャパンリミテッドとなっております。このオレンジがめちゃくちゃかっこいいです。このバインディングに乗ってもらいたいスノーボーダーはカービングをね中心としたフリーラン性能を重視しながらも、グラトリやパークなどでもね遊びたいってね思っているようなオールラウンダーにおすすめのバインとなっています。まさに自分のようなね滑りがしたいっていうね思ってる人にはねおすすめのバインとなっております。リロードは足首や膝をね自由に曲げることができて、さらに踏み込んだ力をしっかりと板に伝えてくれるね、そんなフリースタイルな動きにねおすすめのバインディングとなっています。さらにジャパンリミテッドの最大の特徴はこのどでかいグランドマスターストラップです。これですね、グランドマスターストラップの白いストラップなんですが、これ通常のこっちがストラップです。通常のストラップと比べると、はい、これだけね大きさが違うのが分かるかと思います。実はこのストラップはこのリロードよりもですね上のグレードに採用されているストラップなんです。このどでかいストラップを採用することで足首をですねしっかりとサポートしてくれるようになりました。この使い心地はスポーツ用の足首のサポーターをねつけているような感覚に似ています。足首を優しく包み込んでくれるのでとても安心感があります。この足首のサポーターってねどんな感覚かね、分かりますでしょうか。実際にサポーターをね使ったことがある人なら分かるかと思うんですが、しっかりと包み込んでくれて人体などをねサポートしてくれながらも関節の動きをね妨げない作りになっています。要するに足首をね守ってくれながらも運動性能を落とさないように工夫されています。なので骨折した時にねつけるようなギブスと違って固定力と柔軟性のねバランスが取れているのがサポーターの良いところです。このグランドマスターストラップも足首をサポートしてくれます。実際ね使ってみると分かるんですが、しっかりとフィットしてくれて安心感があります。実際に自分が使ってみた感想として、つけたばかりの時はですね足がねしっかりとね固定されている感覚がありました。さらにそこからですね足首を曲げると違和感なくですね絶妙にね足首がね曲がってくれるんですよね。この不思議な感覚は初めての経験でした。なぜそんなに使いやすいのかというと、このメッシュ形状のおかげです。このメッシュ形状の部分が足首の動きに合わせて柔軟にね変形してくれるので無駄に固定すぎることを防いでくれます。さらにここに注目してみてください。ストラップにデザインされているこのドレイクのロゴですね、上下反転した状態で使用することでグラトリやダックスタンスカービングに必要なね膝を内側に入れる動きをやりやすくすることができます。ちなみに通常の設定では足首の可動域を制限して力をしっかりと伝えることを優先しているので、カービングをね本気でやりたいと思っている人には通常仕様の方がおすすめです。ご自身のお好みの方向に合わせてセッティングしてみてください。それでですね、このジャパンリミテッドが誕生した時の話をね少しさせていただきたいと思います。実はこのジャパンリミテッドが生まれたのはね本当にね偶然でした。今年の1月にねドレイクのライダーが集まって撮影する機会がありました。来期モデルのね商品テストも同時に行っていました。自分もこのグランドマスターストラップが気になっていたので使っているライダーから借りてね使用したらね驚いたんです。本当にこれねめちゃくちゃ調子が良かったんですよ。あれでも使用しているライダーさんから聞いた感想とはね全然違う使用感だなーってね不思議に思ったんです。今までグランドマスターストラップは前振りでテクニカルのねカービングをねガチガチでやってる人たちがメインで使っていました。その人たちの話では足首がしっかりと固定されて力が伝わるから調子が良いといったね感じの話をね聞いていました。しかしながら実際に使ってみると足首が自由に動くことね違和感を感じました。あれ、なんで自分の滑りに合ってるのかな、以前聞いた話とは全然違う感覚だなってね思ったんです。そしてよく見てみるとストラップを間違ってね逆方向につけていることが分かったんです。この時の発見に衝撃が走りました。開発者が意図していなかった使用方法をね見つけることができました。通常仕様では足をしっかりと固定してカービングに適したストラップが逆にすることでね足首を快適に自由に使えるストラップに変化したんです。とはいえ自分はこのリロードのハイバックのねこのねじれる感じがとても好きだったので、できればリロードのハイバックとグランドマスターストラップをね合わせて使用したいと思いました。しかしながら残念、そんな商品はありません。そこでこの日のね帰りの車の中でメーカーの担当者の方に相談したところ、それなら日本限定で発売しようっていうことでね盛り上がりまして、即商品化が決まりました。このかっこいいオレンジの具合もその車の中で決まりました。はい、
僕が使いたいって言った色です。そんな偶然が生み出したバインディングがこのリロードジャパンリミテッドです。もちろん通常のリロードの方が好きという人もいると思います。通常のリロードの方が足首が曲がります。より自由度を求める人やグラトリ専門なら通常のリロードの方が合っているかもしれません。しかしながらこのジャパンリミテッドはサポート力が上がりますので足首の弱い人にはねおすすめです。さらにブーツが下手ってもうぐにゃぐにゃになってしまっているよという人であればこのストラップを使うことでストラップの弾力性でブーツのへたりをね補ってくれますのでありがたいと思います。あとセッティングに関してアドバイスなんですがストラップのね位置によって足首の曲がり方が変わりますのでそこもセッティングするときにねチェックしてみてください。自分はこんな感じでセッティングしています。ちょっと黒いストラップだと見えづらかったのでサンプルの白い方でね説明させていただくんですがここのくびれの部分このくびれの部分がちょうどブーツのはいこの紐の枠のところにね来るようにセッティングしています。そうすることで膝を内側にね入れやすくなります。そもそも自分が使っているこのリロードというバインディングはどんなビンディングなのかっていうのをね軽く特徴をねお伝えしたいと思います。このハイバックが柔軟にこのようにねじれてくれますので足首や膝の動きをね妨げません。ハイバックが硬いと膝を伸ばすことができなくなったりエッジにかかる力がねシビアになってくるためにグラトリをやるときなどはね逆エッジのリスクがね高くなってしまいます。次はこのヒールカップが金属なので踏み込んだ力をねしっかりと板に伝えてくれます。ヒールカップは力を受け止めて板に伝えるためにね重要な役割を持っています。このヒールカップが柔らかければ力の伝わり方はねルーズになっていきます。ですからグラトリのねノーリスピンなど瞬発的に踏み込んでいくものにはこのヒールカップが硬い方が向いているかと思います。そしてこの足裏のねパッドの部分に傾斜がついています。カウントといって自然とですね膝が内側に入るようになる構造になっています。グラトリでもダックスタンスカービングでも膝を内側に入れる姿勢をね多用します。カウントが入っていると外側に傾斜がついていますので膝が外側に開こうとした時にそれを内側に、ね、戻してくれる効果がね期待できます。特にグラトリをやっている時とかは軸が倒れてしまって転びそうっていう時に軸を戻してくれるね効果も期待できますのでリカバリー力が上がります。そして次にバインディングの裏側がクッション素材になっていますので板にとても優しいです。グラトリをやっているとよくあるバインディング下のね板の陥没をね軽減してくれる効果があります。このような感じでこのリロードはですねグラトリやフリースタイルに必要な自由度を楽しませてくれるビンディングに仕上がっています。そして今回紹介したこのジャパンリミテッドは通常のリロードのですねこの足首のストラップを幅広くて大きいストラップに変更することでカービング性能をアップしたモデルとなっています。今回発売させていただくカラーはこちらのオレンジ一色のみとなっています。バインディングをね買い替えようと思っていた方はぜひチェックよろしくお願いいたします。今回紹介したのはドレイクから発売されますこちらのリロードジャパンリミテッドでした。今回の動画は以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。スノーボードは人と人とをつなぐ笑顔の架け橋、スノーボードを通して笑顔の輪を広げていく活動を行っています。来シーズンは思いっきりスノーボードね楽しんでいきましょう。皆さんも体に気をつけながら最高のスノーボードライフをお過ごしください。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。